京都駅始発の東海道線上り、今日はこれで金山で行こうかと思います。めっちゃ田舎に見えます。線路が間に日本アロエ早駅です。今買いました。すごい収益か2,450円。これ何回分か分かります。とりあえずこれですか、ここですかね、旧東海道。これなんかどっかの、懐かしいの。なんか急に道が蜘蛛の巣あるし、しんどいな。はい、ここ南海電車ズームカーですか、乗っていきましょう。はい、今からイエル急行、この編成でしょうね。後ろのワハブ33にしよう。じゃあ聞く。ちょっと待ってくれ、ちょっと待って。内側に手すりあるの。お、これちゃんとした車両でいいんじゃん。え？内側、いや、ないって。内側に手すりないって。35系。はい、それでは休憩、行ってきます。何年ぶりかの休憩。あ、テーブルないぞこれ。戦前型
難しいな。こんばんは。いや、こんばんは。ああ、はい。お疲れ様です。空いてるんですけど。扇風機だからついてるの。どうしよう。よっしゃ。あ、そうですね。ちょっと空いてるボックスが見えるね。そうですね。これやな。今一言したけど。これやろ。誰が見てる。これ。投げてくる。この景色やな。ほんまや、ほんまや。今が。俺が流れに思い出した。これ見てるだけでなんかもう腹立たへんよ。違う本物の集客で
ない端末書道とは、その乗ってる人のね、両親に任してるって、もう開けたいなと思いながら開けへんかったけど、その、開け方が素敵やった。素敵でしたね。はい、終点線です。まあいろいろ世話しないことになりましたけど、やっぱり旧客良かったな。以上、なんかイエビスやっていうのがいいね。エビスやエビス。はい、今から井川線行きます。めっちゃ久しぶりですね。昔あのね、まあ縁あってちょっと無料で乗ることができたんで乗ったことあるんですけど、それからすると30何年ぶりです。何ですか、あれ全然違うの。東南アジア、はい、今ね、どもと駅ですね。これは非常に面白い。この低いホームね、めっちゃ東南アジアやね。ゲージが1067なんでちょっとね、違和感ありますけど、知らん、こっち悪いよ。低いホームとか、あるいはあの車掌がとか鉄道員がやたら多いんですよ。うん、そのあたりがすごく東南アジアっぽいなと思いました。はい、この渓流に佇む中で、汽車を待つ私、大丈夫これちゃんと来るんやろな。次14時6分やな。
まあでも結構本さんね、1日5本やから、枕付き1000円より1本少ないぐらい。そういう本さんよりも多いです。はい。こうやって当たり前のように地域局が止まってたあの頃ですね。なんか駅がちっちゃいから四国のような気もせんでもないですが、それでは今から中入り静かに乗りたいと思います。新鎌谷到着は16時。